メギ族はメギイカの族の一つ。落葉、または常緑低木からなる。若木の枝には直接葉がつくが、成木の枝には葉でなく葉の変化した差しが多数生える。また、そこから長さ1から2ミリメートルのごく短い枝が出て、ここに葉が数枚つく。葉は単葉、または上腹葉。花は黄色で、学変、花弁。 有水が、角6個、脂肪上位のめしべが1個あり、単性、または数個の果女になる。果実は、液化で赤、または青などに熟し、1個ないし数個の種子を含む。世界に約600種が分布し、内ヒマラヤから中国大陸にかけて多数ある。メギ果全体で650種の中で、その大部分を占める。日本には、メギ、ヘビのぼらず、 オーバメギ、ヒロハヘビのボラズの落葉性4種が自生する。従来は、葉が、鵜状服用になるものは、ヒイラギ南天属マホニアとして区分されていた。和名、学名はアストによる。材はベルベリンを多く含むため黄色い。ベルベリンを含むため各地で薬として使われてきた。メギという名も枝葉の千汁を、眼病の治療に用いたことによる。 また黄色の染料にもされた。果実はヨーロッパ、中央、アジアや南米など各地で食用にされるが、栽培されるものは少ない。ロシアではボルシチに入れたりして食べることがある。イランではゼレシクを栽培し、赤い実を料理や菓子の材料としてよく食べる。日本産のものはあまり利用されないが、果実種にすることはある。また果実のほか落葉種では、 紅葉が美しいため鑑賞用に栽培される種類もある。刺シが多いため生け垣にも使われる。ただし、小麦黒サビ病菌の中間宿主となるため、国によっては栽培が禁止されている。麦の樹皮を煎じた駅で洗顔するという伝統的利用法が長野県あち、高木地域にある。ありがとうございます。